沖縄本島の南西約700キロ、九州とほぼ同じ大きさの美しい島、それこそが台湾。この島には富士山に肩を並べるほどの高い山や、どこまでも青いサンゴ礁の海があります。そして豊かな大自然にあふれているだけではなく、さまざまな民族によるおいしい食べ物や独特の文化に満ちています。皆さんは台湾についてさらに知りたいと思いませんか？今から一緒にこの島の素晴らしさを探求してみましょう。台湾旅出張をご覧の皆様、こんにちは。台湾に住んで20数年、台湾現地のツアーガイドの仕事をしている佐藤仁です。この番組台湾旅手帳ではナビゲーターを務めさせていただいています。さて今回の台湾旅手帳のテーマは、台灣の山脈で見られる雲海です。台湾というのは高い山々が日本よりもはるかに多くある場所で、素晴らしい山の景色がたくさんあるのですが、今回はとにかく雲海について紹介します。雲です、霧です、綿あめみたいな景色です。台湾で雲海を見ることができる場所は多いのですが、台北から気軽に行けて雲海を楽しめる場所ってどんな場所を思いつきますか？やっぱり雲海は山の上で見ることができるというイメージがあるんで、陽明山とかいいかもしれません。陽明山国立公園の中でも一番高い山が七星山です。この標高 1120 メートルの山の山頂からは晴れていると、台北盆地の大都会とどこまでも続く太平洋を一緒に見ることができる、私も非常に好きな山なのですが、七星山は雲がものすごく出やすく、同時に雲海もよく見かけるので、比較的手軽に雲海を楽しめる山だと思います。私も日本ツアーの案内で七星山を登ることがあるのですが、その時も雲海が出ることがあります。もちろん山に登る以上、晴れて綺麗な景色を見たいと思うのは当たり前なんですが、台北市内を覆う雲海を山頂から見ると、なんか台北にいる誰よりも高い空の上に自分がいる感じがして、すごい嬉しくなっちゃいますよね。雲海が出るのにももちろん気候条件があって、12月から2月までの冬場は比較的陽明山で雲海が出現する確率が高いみたいなんですが、冬の陽明山は台湾でも比較的寒い場所に属していて、数年に一度寒波が来ると山に雪が降ることもあるくらいですので、陽明山の雲海を楽しもうと思っている方はぜひしっかり着込んで挑戦してみてください。しかしそもそも雲海ってどうやってできるんでしょうか？まずはその雲海が現れるメカニズムについてちょっとだけ VTR で紹介しますね。そして今回の台湾旅手帳では、もちろん台湾で雲海が楽しめるおすすめのスポットなどもたくさん紹介しますので、最後まで楽しんでください。では始めましょう。台湾旅手帳、台湾山脈にある雲や霧の景色、どうぞ。高い山々を数多く有する台湾は、豊かな緑茂る森林地帯の他に、高い山々にもかかる霧や雲も非常に魅力的です。毎年3月4月になると、台湾の山脈ではその海抜にかかわらず雲海が山岳地帯に広がります。風が吹き雲が湧き出す変化に富んだ雲霧の世界は、台湾にあるあらゆる山脈で見ることができます。変化に満ちた美しい雲や霧の景色は、台湾の高山地帯の特別な風景ということができるでしょう。今回の台湾山脈シリーズでは、台湾の高山山脈にかかる雲霧の景色と題して、台湾の北から南に至るまで美しい霧と雲の世界へご案内します。それではその前に、まず雲や霧はどのようにしてできるのかを理解しておきましょう。黒い雲が広がってくると、間もなく大雨が降ることは皆さんご存知だと思いますが、ただ雲が多いからといって必ずしも雨が降るわけではありません。その原因は一体何なのでしょうか。地表の水分が大気中に蒸発すると、空気中の水分が増加します。空気中の湿度が飽和状態まで高くなると、大気中の水分は凝結して水滴や氷の結晶となります。これらの水滴や氷の結晶は浮力の作用により引き続き大気中を浮遊します。この状態が空高い場所に現れると、それは雲となります。この状態が地面や海面近くに現れると、それは霧となります。そしてこの状態が物体のある表面に触れると、液体状の露となります。またこの時、液体状ではなく氷の結晶のままだと霜となるのです。雲や霧の形成は以上の通りですが、台湾では3月4月の期間には南西からの気流が強まり、暖かく湿った空気が台湾島に吹きます。しかしこの時期の台湾島の地面や周囲の海面の温度はまだ低く、暖かく湿った水分が冷たい温度に触れると、地面の近くで凝結し、細かな水滴となり遺粒霧を形成するのです。霧が発生すると風は強まり、南西の海面からの暖かく湿った空気は活発に動き、多くの水分をもたらすため、霧はさらに濃くなります。そして風向きが北東からの方角に変わった後に、ようやくこれらの霧は晴れるのです。この期間、遺粒霧は台湾島の南西半島で特に濃くなります。さてこれで雲や霧の発生の原因は分かりましたが、では台湾の北から南までの地域で、どの場所が霧や雲を最も楽しむことができるのでしょうか。写真撮影愛好家の人々は、台湾の北部、中部、南部3カ所にそれぞれ雲海を鑑賞できる場所があることを知っています。一つは北部地域石堤の尖頭湖にある松鶴島です。中部地域では魚池郷日月潭の五条地区にある金龍山が、そして南部地区では月世界の二稜地区が挙げられます。これらの地域では地理環境の関係で、水蒸気が大気中の高い場所にまで上昇できず、比較的海抜が低い場所にとどまるため、変化の多い雲海の世界を作り出すのです。雲ができる仕組みとか、ちょっと学術的な話が多かった VTR でしたね。さて雲海というと、とにかく標高が高い場所で下々の世界を眺めるみたいなイメージありませんか。例えば標高 2000m の阿里山に広がる雲海、仙人の世界、桃源郷みたいなイメージありますよね。でも実は標高がそれほど高い場所でなくても雲海は現れるんです。その写真がこちら。この場所どこだと思いますか。日本でも非常に有名な観光地九份なんです。九份というと、急な山道を車で登っていってやっと着く場所、長い階段があって、石段の両側に提灯の明かりが灯って、その後ろには昔ながらの建物がずらーっと並ぶ、まさしく山城みたいなイメージがありますが、実は標高自体はそれほど高くないんです。九份は標高約 280m なんで、実は台北101の展望台よりもかなり低い場所にあるんですよ。私も九份は100回以上ツアーの案内で行ってるんですが、雲海が現れたのはこの写真の1回のみです。普段9分派出所からお客さんを連れて階段登っていって、階段の途中にあるお茶屋さんでみんなで休憩する時にそのテラスから目の前に広がる太平洋を案内するんですが、この時もお客さんの方を向いて意気揚々と「見てください、広がる太平洋、この先ずっと海を北上すると沖縄なんですよ」って言って振り返ったら、あれ海がないってなっちゃいました。普段見えるはずの海がなく、なぜかまるで綿あめみたいな雲が延々と続いて雲海になってるじゃありませんか。ちなみに普段の九分から見える風景がこっちです。青い海が綺麗ですよね。この海に浮かんでいる小さな島がキールン諸です。雲海の写真でも雲から突き出る天空の城みたいな感じでキールン諸が浮かんでますよね。この島一番高い場所が標高 182m なんで、雲海はおよそ 100m の場所に発生していることになります。 100m といえば30階建てのビルぐらいです。そのくらいの場所がもう空の上っていうことにびっくりしますよね。そこで帰ってから調べたところ、九份地区では2月から4月にかけて条件が合えば雲海が出るみたいなんです。その条件とは、前日の夜10時以降に瑞宝という町で雨が止み、霧に包まれると翌日 99% の確率で九份に雲海が出るということでした。もちろん専門的な方や写真愛好家にとってはそういう条件を調べて美しい写真を撮りに行くのでしょうけれども、一般の観光客が狙って九份の雲海を見に行くのは少しハードルが高いような気がします。この日のツアーのお客さんたち、非常にラッキーだったんですよね。そしてさらに調べたところ、非常に稀ながら台北101の展望台でも台北市を覆い尽くす雲海が見られるとか、東京のスカイツリーでも東京を覆い尽くす雲海が見られることがあるとのことでした。雲海は阿里山の1000倍特許かと思いきや、意外と身近なところでも見られるのかもしれませんね。九份が台湾で雲海が見ることができる最も低い場所だとすると、逆に最も標高が高い場所はもちろん台湾最高峰玉山山頂となりますよね。私も日本からの登山ツアーの引率として今まで何回も玉山に登らせていただいてきました。登山口から1泊かけて山小屋に到着したら、そこで1泊、翌日まだ暗いうちに玉山山頂に登って、山頂から感動のご来光というのが日本のツアーの基本的な玉山登山日程になるのですが、山頂に近づいて夜が徐々に明けてくると眼下に雲海が広がることが多いような気がします。玉山山頂近くともなると標高 3900m を超えて、すでに富士山山頂よりも高い場所になります。山は天気が変わりやすく、それは仕方がないとはいえ、やはり日本からわざわざ飛行機乗って台湾に登りに来ているお客さんたちですから、山頂で綺麗なご来光を見て感動したいというのは当然の希望ですよね。わかります。仮に私がお客さんでもそうですもん。でも夜中に登っている時って意外と霧に包まれていることが多い気がするんですよね。それはただ単に私が雨男だけなのかもしれませんけども、それでも山小屋から出発したばかりの時は、たとえ霧に包まれていても結構お客さんの顔も明るいんです。雨が降ってないだけまだマシ、まだ登頂に挑戦できるだけマシ、山頂までには晴れるだろうといった感じですね。そして山頂まであとわずかという時まで登ってきて、それでもヘッドライトが霧に反射しているような雲の中状態だと、お客さんの顔もだいぶ曇ってきます。もしかして山頂に行けたとしても視界ゼロなのではないかと不安になるんですね。そして山頂まであと 200m、 フォン港と呼ばれる玉山主峰と北峰との分岐点について、あとはガレ場をよじ登ってラストスパートという時に、意外と雲の上に出て滝のような雲海が視界にドワーッと現れることが多いんです。その頃になると辺りもほんのわずかですが明るくなり始めて、羊毛布団みたいな雲が目の前を覆い尽くすと、これは一気に感動します。頑張って登ってきてよかったって思える瞬間ですね。玉山山頂について朝日が出ると気温が上がってくるので、霧が晴れて360度のパノラマを見てすごいなーってなるんですが、まだ雲海が続く時もあります。そんな時はもう玉山山頂よりも高い場所は台湾にはないので、どこまでも雲海です。あー、なんか自分は台湾で一番高い場所にいるんだなーってなりますね。あと玉山の西側、つまり阿里山方向に雲が広がっている時は、朝日が山を照らす関係で雲の上に玉山の形の影が映ることがあります。これもめちゃくちゃ綺麗ですよ。日本の富士山山頂でも同じ現象が起きて、雲の上に富士山の影ができることがあって、これは逆さ富士と呼ばれるんですが、逆さ富士も逆さ玉山も条件が揃わないとなかなか見ることができないので、たまたま山頂で出会えた時はなんか運気が一気に上がったような気になりますね。まずは台湾北部にある新北市石庭地区の仙洞湖の美しい雲や霧の風景を見てみましょう。台湾の千の島々とも呼ばれる石庭の仙洞湖は翡翠ダムの上流部に位置しています。この場所では連なる山々が湖やダムの集水源となりました。トタン歩道から遠くを眺めると、雪山山脈の連なる山々の緑や澄んだ湖の水が湾曲して交差し、一面の茶畑と相まって作り出す桃源郷のような景色を楽しむことができます。晴れの日には仙洞湖の湖水はエメラルドグリーンに変わります。雲のない晴天時には湖に青い空が映る幻想的な景色を作り出し、仙洞湖をより美しくさせるのです。新店からほど近い仙洞湖は台北に住む人々がよく訪れる場所で、わざわざ中国まで足を伸ばさなくても広州仙洞湖のような美しい景色を楽しめる非常に魅力的な観光スポットなのです。仙洞湖付近には台湾北部の雲海からの日の出で有名な松鶴塔があり、撮影愛好家たちの聖地となっています。松鶴塔は冬や春には雲海が出る可能性が高くなります。翡翠ダムの水が蒸発して渓谷部で霧となり、雲海を形作る様は幻想的かつ静謐な時間が流れ、訪れる人の心を酔わせます。特に朝日が雲海から昇る時には、その日の光が空を彩る様を楽しむことができるのです。台湾北部の仙洞湖の美しい景色を楽しんだ後は、新竹県の仙石郷を訪れましょう。仙石には台湾で最も僻地にある集落があります。それは神の集落とも呼ばれているスマグス集落です。毎年秋や冬になると、昼過ぎにはスマグス集落は霧の世界に包まれます。遠くからスマグス集落を見ると、まるで集落が雲の上にあるかのようになるのです。かつて暗黒の集落と呼ばれていたスマグスは、近年神の集落と呼ばれるようになりました。なぜならばこの集落は神に近い場所にあるからです。新築エリアでは神の集落スマグスで雲霧を鑑賞できるほかにも、五峰清泉地区の山谷も地理的に水蒸気がたまりやすく、雨が降った後の清泉地区はまるで別世界のような幻想的なおぼろげな風景を作り上げる場所となっています。清泉地区から摂波国立公園に入ると、雲武の故郷と呼ばれる桓武に到着します。桓武地区は四季の変化に応じて異なる雰囲気を見せてくれます。霧が立ち込める秋や冬、そして太陽が照りつける夏など、どの季節をとっても素晴らしい場所です。 VTR で新北市にある銭湯湖が出てきましたね。この銭湯湖というのは台北の人々の生活を支える大きなダム、翡翠ダムの一部なんです。場所は台北市内から車で1時間くらいの場所にあります。ここは標高はそれほど高くはなく、せいぜい400メートルぐらいの場所なんですが、ただ結構山深い場所にあるんですね。辺り一面全部雪山山脈の小さい山々みたいな感じです。先ほど VTR でも紹介された銭湯湖の近くに松鶴洞という比較的見晴らしの良い場所があって、ここで雲海が見られるんですね。この場所は台北と宜蘭という場所を山越えでつなぐ北宜航路の道端にあります。この場所で思い出すのが、以前バイクで台湾を一周したことがあって、朝6時頃台北を出発して7時前にこの場所を通ったんですが、いきなり雲海がブワッと現れて、めちゃめちゃびっくりした思い出があります。いきなり雲海みたいな感じで、それで走りながら写真撮ろうかな、でもどうしようかな、先を急ぎたいしなって5分ぐらい考えて、ようやくやっぱり綺麗な雲海だったし、よし戻って写真を撮ろうって決めて U ターンして雲海の場所に行ったら、もう雲海が消えてなくなっていたという話です。その時は夏だったので、朝の7時前とはいえ太陽が出てからの気温上昇が早くて、あっという間に雲海が散ってしまったんでしょうね。雲海って本当に運命の出会いだなって実感しました。でも松鶴洞やそのすぐ近くの銭湯湖は、たとえ雲海が見れなくても、お茶畑が連なる斜面から見渡す緑色の湖、そして湖に浮かぶたくさんの島々など、すごく綺麗な場所なので、ぜひ一回行ってみてほしい場所ではありますね。最近インスタとかでもすごい人気になってますし、摂波地区の雄大な山々もまた観光客に愛されています。山の頂に立って雪山山脈の素晴らしい山々を見ることができるほか、山あいには常に姿形を変える雲が広がっているのも、この場所の大きな魅力と言えるでしょう。桓武歩道はまたの名をユルン歩道と言います。ユルンとはタイヤル族の言葉で、雲や霧を表します。歩道の最高地点にある展望台からは、岳山や深山に霧や雲が立ち込める様子を望むことができ、坂巻く雲海が変化する様子はここでしか楽しむことができないのです。台中市雪山山脈の南端に位置している大雪山森林遊楽区もまた雲海を楽しむことができる聖地です。毎年秋の中秋の時期を過ぎると、大雪山には見るものが忘れがたい雲海の世界が広がります。東西から大雪山森林遊楽区へおよそ13キロ、標高900メートル、車でおよそ12キロ進んだ場所には、山の中腹に建てられている民家があり、まるで天空の集落を思わせます。ここからは大光渓、大安渓、さらには台中市や彰化市が見渡せ、時には台中港まで見ることができます。山陰に雲海が重なり、時に青い空や白い雲の中、日の光が大地を照らす様子は、まさに天国を思わせるのです。まるで詩の世界のような雲の景色を見ると、生きていてよかったと思えることでしょう。大雪山はこういった美しい景色を有するほか、大雪山森林遊楽区に入ると、また異なる雲や霧の景色が現れます。雪山山脈の大しい山々である雪山、大雪山、小雪山などが目の前に現れ、思わずこれらの山に向かって飛んでいきたくなるようですね。森林遊楽区の端には神秘的な天池と呼ばれる湖があります。上空から小雪山の天池を見ると、神聖で近づきがたい雰囲気を漂わせています。ついさっきまで晴天だったのが、わずか数分のうちに霧に包まれてしまうことがある天池は、この場所が数々のタブーがある神聖な地であることを教えてくれるのです。わずか数秒間の時間ではありましたが、小雪山山頂の天池は言葉では形容できない美しさを見せてくれました。天正から中部王冠航路を大雨林に向かって進み、一連のトンネルや曲がりくねった山道を越えると、標高 2373m の関ヶ原に到着します。関ヶ原は大雨林よりも東側にある重要な集落で、この場所は平坦な尾根となっており、視界が非常に良い場所です。そして最も有名なのが、見る者を圧倒する雲海の景色なのです。関ヶ原は四方を山に囲まれており、標高が高く、雲霧林よりさらに上方に位置しています。加えて滝切渓に近く、気流が渓谷に沿って上昇すると、この場所に水分がたまりやすくなります。太陽が森林を照らすと、森に溜まっていた水分が蒸発し、雲が集まり雲海となるのです。天候が悪い時には、谷に溜まった水分は逃げ場がなくなり、その水分が多ければ多いほど雲海を作りやすくなるのです。この場所に身を置くと、霧や雲が付近をぼんやりと漂っていることに気づきます。運の良い時には雲海が比較的高い位置に現れ、大雨林を越える雲海の滝という光景を目にすることができます。またこの場所からは吉来北峰やその周囲の雲海も観察することができます。日が沈む時にはまた一層変わった赤く染まった雲の景色を作り出し、その素晴らしさを堪能できます。VTR で雪波国立公園桓武出てきましたね。もうここは雲海を見るために存在するような場所ですよ。なんせ地名が霧を見ると書いて桓武ですよ。そしてその桓武にある歩道がゆるん歩道、タイヤル族の言葉で雲や霧の歩道という意味ですよ。もう雲海を楽しむためにあるような場所ではないですか。さてここで私が紹介するのは、その桓武地区の西側にある山で見た雲海です。その名も仮山。この山、両立県の南昌という自治体にあって、標高自体は 2220m と台湾ではそれほど高い山ではないんです。面白いのは、この山昔台湾富士って呼ばれていたんですね。日本人にとって富士山というのは心の支えとなる霊峰みたいな感覚があるので、日本国内も含め本物の富士山を見ることができない土地で暮らす日本人は、その場所にある富士山に似た形の山を何々富士って呼んでいたんですね。台湾はかつて日本統治時代があって、日本人も多く暮らしていたので、例えば淡水地区にある山は淡水富士、宜蘭の小渓温泉にある山には小渓富士なんて山が名付けられていました。でもこの仮山は台湾富士って呼ばれていたんですよ。両立富士でもなく、南昌富士でもなく、台湾富士です。想像するに台湾全土合わせて一番富士山みたいな山って感じしませんか？なんかすごいじゃないですか。でも山の写真とか見てみると、あんまり富士山に似てないんですよ、なぜか。ということで登りに行ってみました。仮山は先住民族タイヤル族の人々が暮らす鹿場集落のさらに上に登山口があるんですが、その登山口でいきなり雲海が現れました。だいたい標高 1400m なので、まあそこそこ高い場所ですよね。でもいいですよね。登山開始でいきなり雲海。これはテンションが上がります。しかも山のくぼんだ場所に広がる雲海はまるで湖のように綺麗で、この現象を雲海と名付けた昔の人はセンスいいなぁと思いますね。山自体は往復6から7時間とそれなりに体力が必要な場所なんですが、驚いたのは登山中に出会った先住民族サイシャット族の人々による山の保全部隊ですね。彼らは定期的に登山者マナーチェックや登山道の管理を行っていて、歩道にゴミを捨てている人がいないかとか、違法に焚き火をしていないかとかのチェックを行っているんですね。大変な仕事だなと思いましたけれども、なるほど、彼らがいるおかげで山全体がとても綺麗に保たれていました。そして山頂でも雲海が出ていました。ちょうど方角的に新築両立の平野部に雲海が広がっていたんですが、山の上から雲海を見ると本当にまるで自分が空の世界にいるようで嬉しくなりますよね。仮山山頂からは晴れていると雪山や清稜線といった標高 3000から 4000m 近い山々を見ることができるそうですよ。結局仮山登った後もなんでこの山が昔台湾富士と呼ばれていたかは私は分からなかったんですけどね。雲海も非常に綺麗なんですが、やはり晴れている時のパノラマの景色も捨てがたいですね。さて VTR でもう1箇所紹介されていた雲海スポットが花蓮県の関ヶ原ですね。先ほどの VTR では関ヶ原の雲海の映像が綺麗に出ていたので、ここでは少し地名の由来について紹介したいと思います。実はこの関ヶ原という地名には台湾と日本の複雑な歴史が隠されているのです。日本統治時代の1914年に日本軍と先住民族タロコ族との間で大規模な武力衝突が起きました。現在ではその戦いはタロコ戦争と呼ばれています。戦いの場所となったのはタロコ族の人々の集落があったタロコ峡谷上流部なんですね。タロコ峡谷というと台湾を代表する観光地として知られていて、タッキリ川という川の両側に大理石の峡谷が連なる景色に驚く日本からの観光客も多く訪れます。さて日本軍がタロコ族の人々を攻撃した理由なのですが、これはタロコ族の人々は日本による統治を受け入れようとしていなかったからなんですね。まあそれも当然です。なんせタロコ族の人々は先祖代々受け継がれていた土地で暮らしていたわけですから、ある日突然全ての土地は日本になったから言うことを聞けと言われて従うわけないんです。そこで日本統治時代が始まってかなり長い間、日本人はタロコ族の集落に近づくことすらできなかったわけです。そこで日本人は彼らを力で服従させようと軍隊を動員して攻撃を始めたんですね。この時の日本側の総司令官が佐久間様太という人です。この人は典型的な軍人で、タロコ戦争の時は台湾総督という立場にあったんです。そして佐久間様太はタロコ族の人々の集落を西側から攻撃しようと南東圏から合関山という標高 3400m にもなる高い山を越えて進軍しました。そして合関山を越えた先にある比較的開けた場所に軍営を引いたんですね。彼は軍営を設けた場所に駐屯して作戦の指揮を執っていたんです。もうお分かりかと思いますが、その場所こそさっき紹介された関ヶ原なんです。この戦いを佐久間様太は日本の戦国時代の一大決戦関ヶ原の戦いに見立てたんですね。それほどこの戦いは規模が大きなものだったんです。そして佐久間により付けられた関ヶ原という地名はそのまま現在に残っているというわけなんです。関ヶ原は標高が高いので雲海はもちろん、台湾ではあまり見られないクヌギやカエデといった紅葉も綺麗な場所なんです。ここで綺麗な景色を眺めていると、かつてほんの100年ほど前に大きな戦争がここであったとはとても思えないかもしれませんが、こういった歴史も振り返っておくのも大事ではないかなと思っています。関ヶ原は中央山脈に位置しており、北にはビル山があり、南はタッキリ系を挟んで屏風山と向かい合っています。この場所は中部王冠航路の東側の碧緑と呼ばれている神木と西側の大雨林との間に位置しているのです。関ヶ原の地質構造は大雨林層に属しており、中新世の時代に育成されたもので、西側の大雨林と同様の地質を持っています。関ヶ原は粘板岩、千枚岩、変質砂岩などで構成されており、碧海や集極などの現象が見られます。また関ヶ原では石英脈の露出も発見されています。関ヶ原の雲海を楽しんだ後は、南東南岸の八景茶園を訪れましょう。この場所は竹山鎮大安里南安地区にあり、地形がまるで三角傘のように見えることから、かつては十笠茶園と呼ばれていました。そして段々に植えられている茶畑が八景の図式に似ているということから、写真愛好家たちに八景茶園と呼ばれるようになったのです。一年を通して霧や雲に覆われる起伏に富んだ地形に作られている八景茶園は、よく広告に使われることで人気となったスポットなのです。どこまでも続く緑の茶園は、内側から外側まできれいに並ぶ畑の様が訪れる人々をその美しさで驚かせます。この場所で作られる鉱山茶は香りがよく甘みがあり、その風味で多くの人々を引きつけ、国内外で有名な場所となっています。環境に恵まれた八景茶園は台湾国内でも非常に有名で、台湾で最も美しい茶園とも呼ばれています。台南2寮には台湾三大日の出スポットに数えられる場所があり、南部の御来光鑑賞の聖地となっています。この場所は毎年4月から9月にかけてが写真撮影の最盛期です。なぜならば春と夏の境目には早朝霧に覆われるからです。2寮の月世界では水蒸気の上昇により雲や霧が多くかかり、遠方に見える連なる山々や日の出により移りゆく色合いが楽しめ、そのような風景は台湾でも2寮月世界でしか見ることができません。2寮では朝日が雲の層に阻まれて光の束となり、月世界の雲や霧の環境下でいくつもの光の束が出現するため、イエスの光と呼ぶ人もいるほどです。2寮で見られるいくつもの異なる色の光は、木々のない月世界の風景と相まって、まるで山水画のような詩的な世界を作り出しています。この壮麗な景色は阿里山にも劣らないほどなのです。もちろん阿里山といえば、その日の出や雲海は多くの人々が憧れており、阿里山の雲海は台湾八景にも数えられています。雲海は通常晴れている日の雲が広がる日の出や夕刻に現れます。特に秋の9月から11月にかけては阿里山雲海鑑賞に最適の時期といえます。阿里山国立森林遊楽区にある岩井山間実展望台は、日の出と雲海を鑑賞する最高の場所です。阿里山山脈間に広がる雲海は多くの人々を引きつけてやみません。その光景は起伏や変化に富み、見ている間常に感動を呼び、脳裏に深く焼き付けられることでしょう。雨の日に有山に上がり、その後晴れ間が見えてくると、さらにまるで波のように押し寄せる有山の雲海が目の前に広がることでしょう。高い山々が多い台湾では、至る所で霧や雲を楽しむことができます。今回紹介した場所の他にも、日月潭の美しい朝霧や南部往還航路紅葉の峠阿公、台湾東部の各山脈など、変化に富んだ雲や霧を楽しめる場所はたくさんあるのです。やっぱり出ましたね、有山の雲海。しかも VTR 大鳥での紹介です。まあそりゃそうですよ、有山ですもん。台湾の雲海シリーズで有山を紹介しないのは、台湾の有名な博物館シリーズで故宮博物院を紹介しないようなもんですからね。そりゃ紹介しないとみんなに怒られます。そして有山の雲海はやっぱり綺麗です。芸術的に美しいです。秋から春にかけての穏やかな波のような雲海や、夏場に見られる入道雲がもこもことマシュマロみたいに盛り上がる雲海など、そのバリエーションも豊かですよね。さらに雲海との距離がすごく近いのも有山の特徴です。雲海って自分のいる場所から少し距離があって、まるで崖の上から海を見ているような感じなんですが、有山の二万平駅前の展望台とか小笠原山展望台とかから見られる雲海は距離が非常に近い、まるで砂浜に立って海を見ているかのような感じになるんです。もちろん有山駅前の展望台からも森の向こうに広がる雲海が見れていいですよね。有山は地理的に北回帰線という熱帯と亜熱帯との境目に近い場所であり、なおかつ標高が 2000m 以上で温帯でもあるという、さまざまな気候条件が複雑に入り組んでいる場所で、そのため湿度も高く霧が出やすく、雲海の出現に最適な条件が揃っているんですね。まだ台湾の雲海を楽しんだことがないという日本の方、まず有山に向かいましょう。さて、今回の台湾旅手帳は台湾山脈の雲海をメインに紹介してきました。1時間ひたすら雲海の話をしてきたので、ご覧の皆さんも綿あめが食べたくなってきたのではないでしょうか。普段の生活に疲れたという方、ぜひ雲海を見に行って空の上の世界から台湾を眺めてリラックスしてみてください。きっといいことがありますよ。それでは今回はここでお別れです。また次回も台湾をテーマごとに紹介したいと思いますので、台湾旅手帳をお楽しみに。バイバーイ。